前回、葉っぱやしずくが弱体化されたきっかけとして、デルミゼさんの実装時の話をしていましたが、強すぎるアイテムや特技は、その性能が考慮されていなければ、使うことで、バトルがあっさり終わってしまうということになってしまいますし、逆に、その性能が考慮されてた上で、バランスが調整されてしまうと、使うのが前提、必須という扱いになってしまいます。ですので、そのアイテムを持ってない人や、その特技が使えない職業とかでは、そもそも勝つのが難しくなってしまうと。で、過去にも強すぎたために調整された特技というのが、たくさんあります。で、バージョン1の時代は、タイガークロー一強時代と、こういう風に呼ばれていて、とにかく爪の特技のタイガークローですね。これが他の攻撃特技と比べて、与えるダメージが格段に強かったと。なので、アタッカーはみんなタイガークローを使いなさいよと。そんな時代だったみたいですね。で、当時私まだ始めていなかったので詳しいことはわかりませんが、とにかくタイガークローが強かったというのはよく耳にする話でもあります。私が始めたバージョン2の後半ぐらいの時期は、魔法使いがアタッカーとして一番強いとされていました。大抵、コインボスとか、強いボス相手にするときは、パラディン、魔法使い、賢者、僧侶みたいな構成が主流で、魔法使いと賢者が攻撃して、で、パラディンが壁、で、僧侶が回復みたいなのが多かったんですね。で、場所によっては、魔法使い2人、僧侶2人みたいな、みたいな感じで、魔法使いと僧侶がペアになって、僧侶が魔法使いを守りながら魔法使いがバンバン攻撃するみたいな。で、ママ剣僧みたいな構成もありましたね。僧侶、の代わりに一人賢者が入るみたいな。で、魔法使いや賢者も非常に、この時期は、攻撃魔法が強力とされていたので、非常に強かったんですが、魔法使いとか賢者も、メラガイアとかドルマドンですね。のチャージタイムが延長されたりということで、弱体化を受けてしまっています。その他、道具使いの必殺技である、強化ガジェットですね。こちらも、実装当初は強すぎて、効果時間が、今では短くされています。でも今でも十分強いので、当時で、強化ガジェットどれだけ強かったんだという感じですよね。で、バージョン3に入った直後に話題になったのが、ミラクルモロバ。通称ミラモロと言われていたやつですね。で、これはバトルマスターの特技である、ミラクルブーストとモロバ切りを合わせて使う戦法で、ミラクルブーストは与えたダメージの 50% を回復する技。で、モロバ切りは大ダメージを与える代わりに、そのダメージの 35% の反動を受けてしまう技です。で、当時は、ミラクルブーストの回復と、モロバ切りの判定が同時に行われていたんですね。ですので、ミラクルブースト中は、モロバ切りの反動が完全に相殺されて、モロバ切りを連発すればするほど、差し引き 15% ずつ、むしろ HP が回復していくという、めちゃくちゃ強い、攻守一体の特技となっていたわけですね。で、バージョン 3.0 のストーリーを、一緒にやって、私と一緒にやっていたフレンドの方が、当時ね、めちゃくちゃ強いと話題になっていたボスの、バージョン 3.0 のボスですね、アンテロさんですが、を、ミラクルモロバであっさりやっつけていたというのが印象的でしたね。
で、まあ、これは割とすぐに修正されて、まあ、今は反動のダメージを受けてから回復するという判定になっています。ので、まあ、大ダメージを与えすぎると、ミラクルブーストを分で回復する前に、まあ、死んでしまうということになってしまうので、まあ、今では、モロバギリは、まあ、大ダメージを与えすぎないように、まあ、攻撃力をある程度調整しないといけないという、まあ、攻撃手段としては、まあ、本末転倒というかね、まあ、使うには結構注意が必要な特技になってしまっています。まあ、そしてまあバージョン3といえば、まあ、やっぱり戦士かなというところですが、まあ、当時の戦士ね、まあ、深愛爆撃が本当に強かったんですね。まあ、当時のバージョン3時代の深愛爆撃はダメージ 50% 減ですね。まあ、今はダメージ 30% 減になっていますが、初めは 50% 減だったんですね。しかも、まあ、効かない敵というのが基本的にいない。で、完全に戦士の器用さによる確率発動。ね、器用さが高ければ高いほど、相手を選ばずに必ず、50% ダメージ減状態にできるという特技でした。まあ、しかも、深愛爆撃の技巧ですね。成功率アップの法則をつけておくと、まあ、9割以上成功するという非常に強力な特技だったんですね。で、まあ、効果時間が1分で、チャージタイムが2分かなっていう関係で、まあ、戦士が2人いて、交互に深愛爆撃を使い続けることで、どんな強力なボスであっても常にダメージが半減されるという状態になっていました。ではこれによってどういうことが起きたかというと、当時のエンドコンテンツのボスであるダークキングとかメイブの攻撃力が深愛爆撃で半減される前提で設定されていたんですね。ですので、まあ、深愛爆撃を使ってもエンドコンテンツなので歯応えがある、まあ、そういうレベルのバトルになっていたということですから、まあ、深愛爆撃が使えない他の職業では全く歯が立たないということになってしまっていたんですね。で、まあ、バージョン3の時代は常に戦士2人をパーティーに入れておくというのが、まあ、常識となっているくらい、うん、まあ圧倒的な強さを誇っていたと。で、戦士と並んで強力だったのが、強かったのが、占い師です。で、エンゼルの導きとか、魔王のイズナイとか、まあ特定のタロットを手札に呼び寄せるという特技がありますが、あの特技のチャージタイムが今より短かったんですね。ですので、上手い人だったら、常に自分の必要なタロットを手札に置いておくことができる。手札に出し続けられるという状態になっていたらしいです。まあ、私はあんまりよくわかってなかったので、使いこなせてなかったんですけども、まあ、私の印象としては、まあ、適当に使ってても十分強い。まあ、そんな職業が占い師でしたね。まあ、そういう印象があります。では、バージョン3の時代。まあ、リッキーがディレクターをやっていた時代ですね。では、リッキーの手によって大幅強化された戦士と占い師ですが、まあ、バージョン4で、まあ、ディレクターが安西先生に交代されたのを機に、戦士と占い師は弱体化されることになります。で、まあ、バージョン4以降は、まあ、基本的に弱体化をするという調整は少なくて、まあ、強すぎる職業とか特技が、出てきてしまった場合、他の職業とか他の特技も、その強すぎる、特技に合わせて強化するという方向の調整が取られていたんですね。で、安西先生は、まあ、そういう方向性で、バランスを取っていたと。で、特に、バージョン5で、スキルシステムを一新した
時に、まあ各職業間のバランスも非常に取りやすくなったんで、まあ、どの職業もそれぞれ強みがあるという方向に進んでいきました。でまあ一部ね、まあ、魂狩りとか、まあ、剣士の治水とかね、まあ弱体調整が入ったものもありますが、まあ、そこまで大きな影響が出なかった、じゃないかなと思います。ということもあって、今回、世界樹の葉っぱや雫の弱体化というのが、まあ、ここまでね、大きな反発があったのは、大幅な弱体調整というのがかなり久しぶりだったということもあると思います。で、まあ、さらに、まあ、強力な職業とか特技が出ましたと、だったら、まあ、基本的にはみんなそれを使うんですよね。バージョン3の時はみんな戦士とか占い師やってたし、まあ、バージョン4でバトルマスターかなが強化された時はみんなバトマス使ってたし、で、まあ、バージョン5で武闘家が強くなったらみんな槍武になったりとか、魔物使いが強くなったらみんな持ち魔物とか、ね、っていう風に、強い職業とか特技が出てきたら、まあ、それを使えばいいと。いうことにはなってくるんですが、まあ、世界樹の雫葉っぱに関しては、消費アイテムであるという点も問題を複雑にしていると思います。で、まあ、かつてね、強力すぎたために使用を禁止されて、その後、まあ、なかったことにされたという消費アイテムがありました。皆さんご存知でしょうか？これです。私は未だになんか大量に持っておりますが、はい。まあ、今回はね、この辺にして次回、この辺りのお話をしていこうかなと思います。ということで、ありがとうございました。